皆様こんにちはまどかより子です本日のまどかテレビはえー、私の名誉でありますどうしても言ってもいいのかな江畑孝子さんに来ていただいております江畑さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします皆様こんにちは江畑孝子です えー、江端さんといえばもうご存知の方も多いかと思いますが実は民主党の東京10区という、えー、豊島区とそれから練馬の3分の1ぐらいそこを選挙区として、えー、2009年の 民主党が政権交代したときに衆議院議員になられて、本当だったら全衆議院議員なんて言いたくないんですが、<laughs> 残念ながらね、はい、去年の総選挙で敗れてしまいました、でも今、えー、もちろん地元とかいろいろ選挙活動というか、うね、政治活動はやってらっしゃるんでしょそうですね、あのやはり6月に東京都議会議員選挙がありますし、7月には参議院議員選挙を控えているという中で、今、地元でさまざまな活動をやっています。 なんかちょっと声が今日ハスキーでごめんなさい今日ちょっとでもチャーミングですけどどうもありがとうございます,かすかそれとも選挙活動ああの両方ですね <laughs> すいませんちょっとお聞き苦しいかもしれませんけどと本当は綺麗な声なんですよ、はい、彼女はでえー、っとどうですかその様子去年の総選挙12月はすごい大逆風でしたがそうですねその後だいぶ良くなってますか、うん、民主党に対してとか<の>いろいろまあやはりあの去年の あの松の選挙というのは、うん、民主党に対する大変厳しいご審判をいただいたというふうに思ってます。うんうん、でその後あの安倍政権、まあ自民党の政権にもう一回戻って、それから三ヶ月ぐらい経ってからでしょうかね。うん、やはりいろいろなことが回り始めた中で、またしばらくちょっと民主党に対する支持率がどんどん下がっていったと<ー>いうことで、総選挙の時よりもさらにそうですね。春の三月末四月の頭ぐらいまではあのかなり厳しい。 状況が続いていてましたね私はねあのやっぱりまさ,まさかまさかの,その去年の末に、はい、あの衆議院選挙に出ましたでしょもう今年の参議院選の公認内定を頂い,いていたからもうそれこそ江端さんの応援をしようと思ってたのに突然公示の1週間もない、えー、もう6日前に話があって、はい、その時実はねあんまりこんなこと大きな声で言っちゃいけないかもしれないけどあの時ね えー、民主党で東京で小選挙区で勝てる人は6人ぐらいしかいなかったんですよ、えー、でその江畑さんが7人目ぐらいだったんですよね、<laughs> はい、予想ですよ、これはね。えーはい、でそうすると、私はあの、まあ、たった12日間ではね、とても勝てるような選挙じゃないし、相手も強いということは分かっていたんだけど、もしかしたら何万票か取ることによって、江畑さんが赤配率で上がる可能性がね。 そうすると隣で立って応援演説するよりもねその方があのいいあのなんていうのかな支援になるかなというのもあって出させてもらったんですけど、ねはい、あの時の、まあ、お礼を兼ねて、はい、杉並の方たちにね、はいろいろあの時5万5千近い票をね、はい、窓か良り子と書いていただいて、はい、ありがとうございましたというのを兼ねて4月から実は駅頭で、はいろいろ政策を訴えてるんですけど、はい 4月ごろからは、そんなに厳しい風を感じないんですが、どうですかあそうですね、私もまあ先ほど3月末ぐらいにかけて、非常にこう支持率とともになんとなく、民主党に対してというよりも、なんか政治に対して少しこう、不信感というか、そういうものをひしひしと感じていたんですが。 まあおっしゃるようにちょっと4月超えて特にゴールデンウィーク明けぐらいからはやはりあの中には民主党に対してまたもう一度政権取ってほしいとかあの今、ちょっとこういう状況は本当にいいのかっていうことがやっぱりあのおっしゃる方々もいるしまた一方で今、やはりアベノミクスっていう実際に円安になって株高になって,っていうあ,あいう結果が出てくるとですねほら自民党の政権になったら安定してこういう結果も出てるじゃないかと。 やはり民主党は何もやってなかったんだという方と<ー>ちょっとこう両極端になってきてるかなという感じがしますね。ね株高で儲かってる人は多いと、えー、ただまああんまり庶民には関係ないです、ね、そうですねなん<の>円安だって確かに輸出産業はいいけれどもそれが本当に庶民のところまで給料は上がってっていうと違って逆にあの物価が高くなったりとかね決していいわけじゃない。確かに気分ととしてはとてはも 景気が良くなってるのかなとね。見えますよね。ええ、ただ実感してるって人は？ いいないんですよいそうですす、ね、そうね、ん、最近の世論調査の結果を見ても、うんうん、7割ぐらいの人がやはりちょっと厳しくなったと、うん、まあそれはやっぱりあの円安によって輸入してくるものの値段も上がっているし、うんうん、電気代も上がるしガソリン代も上がるしという中で,うで、ね、まあかえって生活は苦しい、うんうん、あるいはやっぱり中小企業とかお店の方たち回るとですねやっぱりその材料費とかがあってもその分を自分たちの サービスや値段に反映できないんですよね。ねだからそれがやっぱ本当に来年また消費税も上がるんだろうかっていうことの中で、まあ、少し不安を抱えているという人はいらっしゃると思いますね。だからそんなにねテレビとかが持ち上げるほどね。 アベノミクスで経済が良くなっているというふうには見えないし、まあ、日銀の黒田さんがあれだけ異次元の金融緩和をしてね、うん、であの時きもすでにもしこれで国債が価格が下がり金利が上がったらあまり落ちてがないんじゃないか止められないんじゃないかという懸念がかなりありましたよね。はい、でそれがだだだだいいいいぶ出てきていててきねあの決して明るけけではないと思うんだけどただやっぱり ままだだだねミスターどうしたたんだって言われあわけそういうこともありますし、うん、やっぱり世の中の空気が少しこう何て言うんですかね、うん、やっぱ少しバブルみたいな感じのふつふつっとなってるっていうところの中で、うん、あのなんかまだ健全な議論ができていないという感じもしますしやっぱりこう。 雰囲気ととかに流されててしまっいいるという感じがすごくありますね。でそれと一方で私はやはりそのまあ、そういった一つの経済対策、まあ、金融政策ですけれどもそれとってみればある意味その成功しているように見えるかもしれないけれどもその反面でそれ以外のなんかいろいろなことが出てきてであれ え自民党に政権を戻したっていうのはそういうことだったんだっけ、うん、っていうのが結構今出てきてると、うん、それが今あの逆に4月の頭ぐらいから少し民主党に対しても、うん、あの頑張れって言ってくる声につながってるのかなと、うんうん、でそれの例えば象徴的なのがあの女性手帳ですよね。<ー> <laughs> あれは私ちょっとあの最初出てきた時はまあねあの母子手帳とかいろいろ手帳ありますよね血圧のための手帳とかだからこの女性手帳っていうのは一体何の目的であの何なんだろうと思って最初なんか聞いた時はよく分からなかったんですよでなんかいろいろな報道とかあるいはこうあの政府の説明とかを聞くとなんか女性の,その出産適齢期だとか まあ、あるいはその健康な状況を保つためにはどうするのかということをガイダンスとして出すということだったんでん、ね、ちょっとこれは、うん、ええ、ねはい、はね 25日のクリスマスマケ二、ええ、人とご存知ないんだけど、ええ、あの24歳までだったら結婚の、ね、相手に高く売れるのにクリスマスケーキと同じで25日になると、ね、ダンピングしないとだめなんだよと言われてね、ええええ、もうなんかみんな、ね、25になる前に結婚式あげなくちゃなんていう感じだった時があって、うん、そういう意味では結婚的利益という言葉にとても女性が縛られていた時代があるんですよね。ええ でそういうことに縛られないように女性の人生は自分たちで決めたいんだと自分の人生はねそういうふうにようやく30年かけてなってきてあのだからそこに女,女性手帳でねいついつまでに産みなさいこうしなさいみたいなほんと本当に余計なおせっかいだわとそれから抱っこし放題の3歳までの育児休業の延長もね何、また3歳自身はやっと少しそれをね女性だけで子供を。 育てるっていうのから男女ともに社会と一緒に育てましょうにやっとなってきたのにおかしいなと思っている時に出てきたでしょ、えー、ただね私としてはその30年前が確かに結婚的歴はなくなったけれどもあのどうしても生殖能力というのは10代がピークで 20代になるともうだいぶ落ちてきて30代になるともっと落ちるっていうので私は実は35で産んだから、えー、あの母子手帳にボンと丸こうと言っね、はいはい、丸い中に高齢出産のコート書いたのを、ねえーはい、されてもうびっくりしてあそうなのかと生殖能力って落ちるのかということをその時初めて思ってあの性教育でね 少しずつそういう産まなきゃいけないんじゃなくてそういう勉強もするのがいいかなというのは30年前頃からみんなで、ええ、話し合ってはいたんですよ。でもコント今度の女性手帳っていうのはある意味その女性だけになんか早く見なさいっていうのを押し付けて、うん、昔離婚が増えた時ももういろんなことを全部介護の人が減ったことも何もかも女性の学歴が高くなったからと女性のせいにされたとね 同じようなことをなんとなく言われているようなそうですねしたんですよねあの実は私も私今十八歳の息子がいるんですがじゃマルコだったマルコになりそうだった実は私出産予定日通りに産んでいたら三十五過ぎて産むことになったのでマルコだったんですちょっとあのうちの息子一ヶ月早く生まれてきてしまってそのためにマルコのスタンプはなかったんですけどやっぱり私たちもその世代でしたからやっぱりそういうことも。 ありましたし、やっぱそもそもあの早くいつまでに結婚しなきゃっていうなんとなくプレッシャーというか、職場にもおいてもあるいは家族の中でもそういったものはありましたよね。うん、ただ今最近そういう、うん、あの結婚に対する価値観とか、うん、家族に対する価値観とかも。うん、これほど多様になってきている中で。 またそこに戻るのかっていう、うん、なんかすごく違和感がありました。ねうん、で私自身、うん、あの去年社会保障と税の一体改革の特別委員会の委員として、うん、あの活動させていただいて、まあ、その中で子ども子育て法案を、うん、自民党、公明党、民主党の3党合意であの作りました。で当然。 ま待機児童の問題ですとか、うん、それからやっぱり一方で定員割れしている幼稚園とそれから待機児童があふれている保育所、うん、これをなんとか一体化できないかというような、うんうん、そういった今現実に抱える問題があるので、うん、これに対してはやっぱり3党合意してきちんと決めていこう、うんうん、でこれはあのしっかりと実績出せて、うん、国としても年間1兆円以上 子育て支援に予算をつかけるよというこれ決まりまりした、うん、ところがですね、うん、その過程において、うん、私もやっぱり自民党あるいは公明党の先生方と多くお話しする機会があったんです、うん、でその時にやっぱりちょっと違和感があったのが、うん、その三歳神話だったんですよね、うんうん、でやっぱりその、まあ、あの自民党の特に年配の男性の先生方は「うん、江端さん再々神話って知ってる?」と。 子どもが小さい時にねお母さん以外の方がどんどん抱っこしてそれもほ母さんはね、うん、毎日同じ人が抱っこするとは限らないと、うん、でその抱っこする人が変わると、うん、それが子どもにストレスを与えて、うん、それでそれが強いては性格形成とか、うん、あるいはそういうものにつながっていくんだよって言われて、うん <laughs> いや私はもう息子は高校生なんでねもうちょっとそれ話聞くのは遅すぎましたねなんて笑ってごまかしましたけれども <laughs> 保育園に子供さんね、うん、預けてるあのね本当にまだね根強くね、うん ゼロ歳児保育を作ったのが、うん、今の社会の間違いだっていうこともおっしゃる方がいるんですよ。うん、そのゼロ歳になる本来であれば、うん、母親が育てるべき子供を、うん、あの他の人に預けて働くという、うん、こういうことが今の社会あるいは働き方をおかしくしたっていうようなことをやっぱり思っていらっしゃる方々がいるんですね。うん、だけど現実を見てみればね。 それはあの働きたくて働いていらっしゃらない方って大勢いるわけですよ、うん、やっぱり若い方たち、これだけお給料が下がってきて、うん、そしてなかなか正規雇用につけないという中で、共働きでなければ食べられないと、でそういった中で、本当に子ども欲しいんだけれども、産んで大丈夫か、育てられるかっていう中で、なんとかやりくりしてる。そうなるとやっぱり 働きながら育てられる環境、うん、育てながら働ける環境、うん、これをやっぱり作っていくっていうのがう私はやはり政治がやる仕事だ、うん、と思うんですよね。で,すよねでね本当三3歳児しあの神話がものすごく強かった頃にねとにかくあの保育園にじゃあ預けるのが悪みたいに思われてね保育園に行ってる子はみんな人格欠損者になるのかっていうものすごくお母さんたちは不安を持ってしまった時に精神科の有名な先生が「いやまどかさんと」と今は、うん 一人人っ子とか、まあ、せいぜいぜでねで特に今お母さんたちが一度も赤ちゃんをね抱っこしたことのないお母さんが増えてると自分の赤ちゃんが生まれるまで、うん、それまでに一度もあの兄弟をねおぶったりね抱っこしたりして遊んだことの経験もないとかねそれだとなかなか上手に女性だからといって子育てができないからあの保育園でいろいろ他年齢の子どもたちがねあの 例えば1歳の子と5歳の子が一緒になってねあの関わることによって5歳の子があの赤ちゃん抱っこしたりもできるわけですよねで,ね、はい、で兄弟喧嘩みたいなことも起きてそれをまたまとめる子もできて保育園っていうのは昔は救済機関みたいな感じだったけどそうじゃなくてとても子育ての環境としていいものでね保育園に預けることをねあの変だとかそういうことを言う政治はおかしいんだよと言,、うん、言ってくださったことがあるんですよ。えー でもまだ政治の世界はねそういう人たちが多くて今度の安倍政権っていうのはまさに30年前に戻しそうとしてるような気がするんですよ。うん